ハック・クアンタムは2011年発売の OVA 作品。本校ではコンプエースにて連載されていた。ハック・クアンタムと月金にて連載されていた。ハック・クアンタム Y についても解説する。メディアミックスプロジェクト、ハックシリーズの作品で。ハックアニメシリーズとしては第9弾。時系列的には2010年にリリースされた。 テレビゲーム、ハック、リンクの後に連なる。ハックシリーズ作品は、登場人物が、ゲーム世界、ザ・ワールドと、現実世界、リアルで二つの顔を持つ、多元構造が特徴である。これまでのアニメシリーズでは、基本的に、ザ・ワールドでの活動を描くことが通例であり、リアルでの顔は裏設定的に作られてはいるものの、それを全面に押し出すことは、ほぼなく、 劇中のキャラのセリフから断片的に語られる程度のことが多かった。本作では主要登場キャラのリアルが劇中に明確に登場し物語にも関わる。2010年11月から2011年1月にかけて全3話が全国5つの映画館で行われるバンダイビジュアルオブ映作品オムニバス上映イベント アニメフェス VS で順次先行公開された。このイベントでは、第1巻をアニメフェス VS イベント上映劇場限定発売仕様として、正式発売よりも一足早く発売した。コンプレースにて連載されていた。ハック、クアンタムは、内容的には、OVA と同じで相互補完しているが、昨夜が右手に、イリーガルな能力を持たないなど異なる部分もある。 月金にて OVA の前日端である。ハック、クアンタム・アイが連載された。CC 社が運営する世界最大級のネットゲーム、ザ・ワールド・ r X を楽しむ3人のプレイヤー、サク夜、トビアス、メアリ。いつものようにパーティーを組んで、クエストに挑んだ一行は、ある出来事を機に何やら妙な運命に巻き込まれていくのだった。名称の表記順は、 ザワールドのプレイヤーキャラ、それを操作するリアルの人物。職業名はゲームにおけるいわゆるジョブを表す。ありがとうございます。